ありがとうございます。頑張りたいです。疲れたでしょうね。もう少しお付き合いください、ねやっていきましょうよ。うん、まあね、ご覧の通りね、僕ら3人で頑張ってるんですけど。2人だよ。あと1人どこにいるんだよ、お前。糸賀さんには見えてないの。怖いこと言うんじゃねえよ。俺ら2人でもう7年やってんの、コンビ。確かにね、キヨちゃんの言う通りだ。これからも2人で頑張って。何何何、ちょ、ごめん。何何いや、何その喋り方。気になる。いや、まあ、いや気にならないって言うとでも思ったのか。何何、うん、聞く。違う、何その、ちょっと上から言うの腹立つな。何が気になる。じゃ、どうしたの急に。どうしたのって何が。いや、喋り方よ。喋り方、なんでそんな女口調になってんだよ。いや、あなたがそうしたんじゃない。はしょうがないじゃない。あなたがそうしたってどういうことだよ。あなたがそうしたんじゃない。どういうこと。あ、言ってなかった。いや、言ってないよ。何も聞いてないよ、俺。私、うん、病気なの。え、まあ、だろうね。だろうね。病気なの、だからしょうがないよ。あ、ごめんごめん。何病気って、お前。病気じゃねえ、お前健康だよ。いや、病気なの。何の病気なんだよ、お前。あ、じゃあ皆さんもこれ言ったらピンとくると思うんですけど、ああ私の病名が男女コロコロシンドロームって言うんですよ。は？あ、聞こえなかった？いや、聞こえてるよ。それは聞こえたんだけども、何男女コロコロコミック、なんだっけ、コロコロコミック、なんだっけ、男女コロコロシンドローム。男女コロコロシンドローム、知らないの。知らねえよ、お前。お客さん全員知らねえだろうが、お前。お客さんも知らないでしょ。何男女コロコロシンドローム知ってるよって方、俺見ろ。いねえだろ、お前。誰も。日本ってもっと医学進んでると思う。お前も日本だろうが。ずっと日本にいたろうが、お前。じゃねえよ。知らない。知らねえよ。あのジョージ博士が発見した。誰だよ、ジョージ博士って。お前ワシントン大学の。いや、まあ、いそうだけども、ジョージ博士。馬肉が好きな。なんで馬肉が好き。完全に和風だけども、馬肉って。じゃねえよ。だから何なの、その男女コロコロシンドロームってどういう症状なの。男女コロコロシンドロームっていうのは、ああ体が刺激を感じると男女が入れ替わるの。いや、ねえよそんな病気。お前が勝手に考えた病気だろ、お前。何言ってんだ、お前。そう言うよね、健康な人は。俺それ言われちゃうと何も言えねえんだけどさ。自分が持ってる知識だけが全てだと思わないでほしい。腹立つ女だな、お前な。じゃあ、分かった。じゃあ、もう100歩譲ってね。100歩譲って、その病気があるとしよう。あるもん。いや、だから、まあ、その病気あって、お前がそれにかかったとしよう。かかってるもん。いつなったんだよ、お前、その病気に。3日前。3日前 ?3 日前。3日前がてめえ仕事で一緒だったじゃねえか、お前。なんともなかったろうか、この野郎。帰った後よ。帰った後、家に、うん、そう。何やったんだよ、家でてめえ。で、そこで病気が発症してしまって、もう、それはショックで、その時のことは何も覚えてないの。唯一覚えてるのは、いつも通りスカートを履いてたってことだけ。いつも通りってなんだよ。お前普段家でスカートなんか履くことあんのか。そうだよ。あ、戻った。男だよ。じゃね、履いてたの。履いてたの。履いてたのってなんだよ、お前。じゃ、お前なんでスカートなんか履くことあんの、家で。ミニね。いや、じゃ、丈は別にどうでもいい。ミニでもロングでもいい。いや、そこはミニで行かせてほしい。いや、なんなんだよ、そのこだわりは。お前、お前ミニ履くんだったら、お前足の毛それや、お前。ボーボー履いてるくせしやがった。それは生やさせてほしい。いや、お前そのじゃあ分かった、お前家でね、足毛ボーボーの状態でミニスカート履きます、うん、親父さんなんて言うんだよ、お前。あ、俺もそれいいな。なんでお前の親父、頭おかしいだろ、お前。ミニスカートがいいなと思ってんの、お前の親父も。ちょっと病気のことを受け入れてほしい。いや、まあ、病気のことを理解してほしい。まあ、まあいいわ。だってその病気になったから、うん、俺もどうすればいいか分かんなくて、もうとりあえず病院に行こうと。ああ、病院に行こうと。でも何科に行けばいいか、どの病院行けばいいか分かんないじゃん。まあ、まあ確かに分かんねえよな、それは。だからとりあえず、うん、肛門科に行ったの。なんで肛門科行くんだよ。なんでお前数ある病院の中から肛門科チョイスすんだよ、お前。どう考えたってメンタル的なもんだろうが。そう言うよね。叩いたからね。なってない人は肛門科じゃないって言うよ。違う、その女口調で肛門科って言うんじゃねえよ。えぐくなんだろうが、お前。ちょっと、じゃねえよ。大体でしょ、その肛門科行って、その先生なんて言うんだよ、お前。これはうちじゃない。そりゃそうだろうな。それ以外の言葉出てくると思ったのか、お前。バカ誰が、お前。で、その先生に違う先生を紹介してもらった。病院紹介してもらったの。ああ、そうなの。うん、その菊田先生に紹介してもらって。お前、菊田肛門科に行ったろ、お前。あの北仙台のとこにある、お前、いろんなとこで看板見るやつだろ、お前。それはこっちの勝手じゃない。じゃあいいんだよ、別に。いいの、別に。菊田肛門科でも。名医だし。いや、知らねえけど。
だそれでまあ行ったと違う病院に行って、そこの先生が言うには、うん、あこれは男女コロコロシンドロームですね、次の方どうぞ。いや全然、いやそんなさらっと言うの。じゃもうこ今回これはもう今の現代の医学では治せないらしいの。不治の病なの。でも大丈夫、心配しないで、命には別状ないから。いやでもそれ叩くたんびに変わるの。じゃそれはしょうがない、刺激を覚えちゃってるから感じてるし。いやお前そんな言われたってな。お前俺だからちょっと今日はキヨにね約束してほしいことがあるの。何？もう私を叩かないでほしい。お前それだとさ、なんか俺が女の人に暴力振る最低なやつみたいになんだろうが。お前もう DV には耐えられない。 DV って言うんじゃねえよ俺。これ以上の DV には耐えられない。俺以上ってなんだよお前、生まれてこの方女に手がけたことがねえよバカだるがお前。今 DV の影がちょっと出てる。ね、分かったよ、影がちょっと覗いてきた。分かった、じゃあ約束する、叩かないようにします、うん、そして病気を受け入れてほしい。受け入れるのね、うん、うん、もうこのままでやってほしい。でこのままって言ったらお前女でしょ、うん、じゃあもう男女で漫才やるしかないよ。もうしょうがない、そう言ってる。いや今初めて言ったろうが。私はそう言ってるずっと。じゃあもうどうしようかな。あっこういうのどう。何、まあ、世の中ってね、その告白ってあるじゃないですか、うん、ある、うん、あるある。で大体それ告白って、うん、こう男性から女性にするのがまあ一般的じゃないですか。大体それはそうよ、女は待つもん。やかましいわお前。急にオカマバーみたいに見えんだよお前。オカマじゃない。やだよお前、そんな横刈り上げてる女。お前か神取り忍びぐらいだぞお前、そんな刈り上げてるの。すげえなお前、よくそれで女、何笑ってんだてめえこの野郎。瀬戸内寂聴もいるもん。じゃあもう刈り上げじゃねえ、あれ反り上げてんだよ。刈り上げと反り上げ一緒にするんじゃねえよ。笑わせないでほしい。じゃあお前が言い出したの、俺じゃない。耐えられない、もうこれ以上耐えられないじゃねえ。だから違う、まあ、告白がある、うん、告白があるでしょ、うん、男性から女性するのが一般的だけども、うん、こう女性からね告白されるっていうのはね、こうちょ今まで経験ないんですよ。それは見たら分かる。やかましいわ。殺すよこれ。影を出さないでほしい。だから我慢するから。影を出さないでほしい。大丈夫だよ、うん、まあ、だからちょっと、ね、女子からの、その告白されるっていう気分をね、うん、ちょっと味わわすよ。分かった分かった、うん、じゃあまあシチュエーションはね、うん、こう学校でこう体育館裏に呼び出してね、うん、最初もじもじしてるんだけど、うん、こう勇気を出して好きですみたいな。あ、なるほどなるほど。ちょっと甘酸っぱい感じで頼むよ。分かりました。キヨちゃんごめんね、こんなとこに呼び出して。どうしたの高子ちゃん。頑張れ頑張れ、自分言わなきゃ。あのね、うん、けど恥ずかしい。なんだよ高子ちゃん、何恥ずかしがってんだよ。何も着てないの。なんで何も着てねえんだよ。市場じゃねえかよお前。なんで何も着てねえ、おかしいだろうがお前。普通にすんなりスッと好きです告白してこい。ほら好きです。叩いたからか。気持ち悪いなお前。好きです。乗ってくんじゃねえよお前。離れろカス。これカスって言い方ひどくない？カスはひどい。もうお前めんどくせえんだよ、そのなんかコロコロ変わる。叩かないって言ったのに。叩かないって言ったんじゃねえ、もうやめてくんない、もうその女喋り。あなたがそうしたんじゃないの。あなたがちょっと元に戻れ。ほら戻して早く。なんで戻んねえ。戻して早く。なんこれで戻った、これでいいのか。ほらこれでいいのか。ボケバキラった。その選択しなかったろうが。バキだった。めっちゃやな。あれ男女コロコロシンドロームだろ。なんで急に大次郎出てくんだお前。バキだったわ、うん、もともと。じゃあもと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 持ってるもの。じゃあお前ないって一回もバキだったなんて言ったこと。ずっと言ってた。ずっと言ってたじゃねえ。お前なんで変わんねえんだ、あんだけ叩いてんの。ずっと言ってたもん。ずっと女ですけども。 YouTube で確認してほしい。ずっと企業に叩かれてもバキだったって言ってたもん。だとしたら完全に漫才下手くそだよねお前。なんでお前そのためにバケだったバケだったって言われなきゃいけないんだお前。でもじゃあ今のでさ、うん、私変わらなかったってことは、うん、私病気克服したのかもしれない。克服してねえよ。女のまんまじゃん。今性別はどうだっていい、変わらないってことが大事。どうだっていいの。性別はどうだっていい、この際。じゃあ変わらないことが大事。じゃあもう女でいいの。そんなんどうでもいい。あ、そう。うん。お、分かったよ。よかった、私病気克服できた。これだったらね、コロコロ変わられるよりはいいからね。これで行きたいとこにも行ける。なんだお前の行きたいとこって。お前ネイルにも行ける。前から行きたかったのか。気持ち悪いな、お前。行けよ、ネイルに。これでリズリさんにも行ける。サイズねえわ、バーカ。お前ダブル XL とかだろ。入るわけねえだろ。そして一番行きたいとこにも行ける。なんだよ、お前の一番行きたいとこって。お前女よ。お前やっぱ男だろ。